ねえ、不幸だなんてため息をつかないで。私、辛いことがあったけれど、生きていてよかった。あなたもくじけずに。90歳から綴り始めた詩が200万部を超えるベストセラーに、あなたの心に一筋の光を届けます。くじけないで。朝は必ずやってくる。